無理じゃない。ほら、エアプって言ってるやつが今期から始めてるだけのエアプだろう。いねえよ。何も考えて25倍25倍っていうのはマジでムカついたんだよ俺。なんかエアプの声が大きすぎてムカつくんだよな。噂によるとラボ行けるらしいけど、もうだってこれ今やっても絶対勝負にならないでしょ、このゲーム。なんだスペシャルスロットって。俺全く分かんねえ今のタルゴフ。何が変わったんだ。もう1年以上やってねえ。俺がやってないうちに増えたもんある。スキルアップ25倍、マジ。でもワンレードにつきちょっとしか上がんないんでしょ。上限なくなってんの。すげえすげえ、全く分かんねえ今マジで。このゲーム一般プレイヤーいるの？あ、懐かしい。この何も、うわ懐かしい。ちょ、今普通に人いるのこれ。弱い人、とんでもない装備のやつしかいないんじゃないの。何キーで回復とかなんかあったんだけど忘れちゃったな。でこのゲームはアイテム拾った時にスカブか、ライブ前だったらカルマチなんてどうでもいいけどな。まあいいや、まあスカブの脱出ってのは覚えなくていいわ。スカブなんてやんなくていいから。俺今期はスカブをやらずに行きたい。スカブなんて究極的に言えば時間の無駄でしょ。そうでもない。てかワイプ前ってアイテム安く買えたりするけど今できないの。なんだ、リコイルコントロールが1より上がりました。すげえすげえ、リコイルコントロールスキルなんて最後までやっても10ぐらいにしかならないのに。記憶力ってなんだよ。まあこのゲームエイムが強かったら全てを解決できるといえばできるんだけど、エイムよりキャラコンというかそういうのだねこのゲーム。まあでも実際エイムがあれば全てを解決できるゲームではある。めちゃくちゃうまいやつは頭抜いてクソみたいな装備でも成り上がりプレイしてるからな。もう俺は無理だけど、頭抜けばどんなに装備強くても勝てるもんね相手が。FPS いくつ出るんだろう、わかんねえ。 FPS の出し方がわかんねえ。ん？どう？ 1PC で配信しながらこの FPS どう？すごくね？感度高いな。すごくね？ライトハウスで配信しながら100超え、すごくない？これマジか。変わってないの？ライトハウスってめちゃくちゃ重かったよね。やべえ、すげえ。タルコフで110なんて俺初めて見た。94、あ、すげえ。え、めっちゃすごい。感動です。これこのマップ重いから60ちょいじゃない普通は。配信してたらなんか荷物安売りイベントとかやってないのかな。どうすんだよこんなカスみたいな装備でよ。何もできねえだろこんな装備で。マジで何をしようってんだよこれで。今ワイプ前のタルコフにこんなクソ装備で乗り込んで、ちょっとガチ予習したいんだよな。レベル1から10はこれ、レベル10から20はこれ、レベル20から30はこれみたいな。30ぐらいからは、まあ、MP7 とか30ぐらいからもう使えるんじゃなかったっけ。32ぐらいから、そこに行くまで何も使う銃ないよな。ちゃんと自分で調べないと。わからん。人の動画とか見たことないからわからん。ぶ上がってるとか言われても。いや、ここ敵いるんよ。結構敵いるんよ、ここ。よくこの上とかで待ってるかもな。まあ、ワイプ直前にそんな動きしてるやついねえか。みんな多分適当にやってる。
あそこ行けんだ。無理じゃない。あっ、レーザーサイト見えてましたね。死にました。ふざけんなまして。行けなさそう。束縛じゃないといけなさそう。もう金がないっす。死んでるのに回復してる。なんでだ、初心者だから、レベル低いから。なんだこの人。どこ行った？あさりに行ったね、倒したやつ。スカブ狩り？ほら、このゲームの俺戦い方分かんないからさ、仕掛け方が分かんないんだよね。あと足音が全く分かんない、このゲーム。一番足音が分からんゲームだと思う。なんかかなり難しい。自分からこっちから行くの俺無理だわ。なんかこの人ちゃんとファームしてるっぽいな。俺相手も多分初心者だわ。相手もとか多分これ相手初心者だわ。しかもそんなうまいとこじゃないし、ファームしてても。でもこのゲーム大体こういう出待ち効かない、刺さんない。都合よく出てこない、大体。出てこい、頼む頼む、出てこい。その綺麗な顔をぶっ飛ばしてやるぜ。なんだお前。今こっちにいる、こっちにいる。回ってるわ。やばいやばい、こいつこれやってるぜだ、間違いなく。これやり過ごしたい。絶対無理、絶対無理。これワイプやり続けてきた男だよこれ、絶対。あさりてえな、殺したやつ。ちょっとこいつがどっか去るの、帰ってくの待つか。おい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 、なんだこの字。え、なんでレベル3がこんな装備持ってんの、どういうこと。なんでレベル3がこんなもん持ってんの。やべ、怖い。ストレングス上がんないかな。25倍なのに全然上がんないけど。上限は取っ払われてるらしい、噂によると。やばい、俺のマンションにいるやつマジやってるやつだこれ。これやばい。弾がねえよ。やばい、俺絶対これ生きて帰れない。俺の後ろにいるやつ絶対やばい。やばい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 、おら。あ、よし、死にました。知りました。空爆狙って知りました。あ、いや、やってないな。結局俺が自らの手で殺したのはあの一人だけだったか。装備なくなっちゃうよもうこれで。やばいな、なんもないよ装備。どうすんのこれ、罪じゃん。せめて一回でも脱出したいけど、まだ脱出成功してない。
マウンテンパスサイドトンネル、パスツーショアライン、サウザンロード、アーマートン。パスツーショアラインはわかるけど、なんとなく。これね、25倍になってないと思う。持久力と筋力は。これなってない。単純に。筋力が 50% 以上だったらこのマークがつくんだけど、普通に1分間走ったら15ぐらい上がるから、これで1も上がんないってことは、等倍なんだね、筋力とかは。上がりにくくなってんだ。いや、エアフじゃないっすね。筋力は俺、ストレングスエリート毎回してるから。エアフって言ってるやつが、今期から始めてるだけのエアフだろう。上がりにくくなってからやってるだけのエアプだろう。死ねえよ。おめえがエアプだろう。相当上がりにくくなってるね、これ。それか、めちゃくちゃ重量担がないといけなくなったか。もともとこのマークが出てる時点で変わらなかったんだけどね。上がる幅は。グレポイポが俺マジでエアプだと思ってる。上げるためにグレポイポは絶対しない。余りすぎてしょうがないから投げるはあるけど。絶対せんよ。ねえ、これ。動けねえ。いや、グレポイポイはしないでしょ、ストレングス上げるために。いつの話よ。え？これ出血で死なんだろうな。ね、昔の老害でしょ、グレポイポイで上げるは。俺、毎回言われるんだよな、グレ投げろって。すげえ大昔の話じゃない？今 0.01 とかで上がっても。0.1 とかだよ。上限まで投げて。荷物背負って走ってたら10とか上がるのに。多分意味ないと思う。よっしゃ、来た！無理です。走れません。因果応報。因果応報。マッチング15分。マッチング20分か。マッチング20分、プレイ5分。よろしくお願いします。あと、この他のプレイヤーを待ってますがね。たまに2分ぐらい待たされるのやめてほしい。BF3 見習ってほしい。ロード遅いやつは入った瞬間もう拠点全部取られてる。あの感覚、ああいうのでいいよ。待ちが早かったらな、試行錯誤でいいんだけど。てか試行回数増やせばいいんだけど。待ち遅いせいでな。ハンドガンだと追われるんだっけ、敵に。ハンドガン持ってるだけでいいんだっけ。武器のスキル軽減値とか、その辺なんだ。エンデュランスとストレングスコール絶対変わってないよね。上がってるはず。はずでしょ？上がってないよ。いや、上がってないです、これ。はずでしょ？上がってないんだよ。暗いな。ほら、上がってないよ。いや、絶対上がってない。上がってないよ。これが20倍は絶対ないだろ。俺がやってた時より20分の1上がりにくくなってんだったらまだわかるけど、上がってないよ、これは。ほら、上がってねえじゃん。絶対エアプだわ。それか、俺が、だからまさっきも言ったように、この1年でめちゃくちゃ上がりにくくなったかだよ。じゃ、マジでどっちな？マジでうざいんだけど、エアプ。マジでうざいんだけど。ねえ。知覚はかなり上がりやすいね。知覚と体力は。まあ、知覚はマジで大事って言われてるね、俺。だから上手い人ロッカーとか漁りまくるんだよ、これ上げるために。はいはいはい、なるほどね。スキル経験値ブーストワイパーイベント、レベリングスピード低下の加減が 100%。まあこの低下の加減が 100% ってのも多分ほとんどの人分かんないと思うけど、最初 1.2 倍のスピードから最終的に 1% まで落ちるんだけど。だから、これ、加減が 100% になってるから、こうやって、まあどんぐらいかな、5時間ぐらい走り続けたらエンディア制エリートになるんじゃない？こうやってずーっと。逆に言えば5時間ぐらいになる。5時間いい、10時間ぐらい走り続けたらなるんじゃない？倍率はかかってないよ、これ。加減がなくなってんだよ。加減がなくなるってのは、
これ最終的に70、まあ、70稼いだら1上がるんだけど、15ぐらいまでしか稼げないの。それはなぜかというと、ボット対策、ボットとかはこうやって走り回ったり、みんなずっと走り回ってスキル上げれちゃうから、ワンマッチにつき15ぐらいしか上がんないのよ。その15の上限が多分撤廃されてんだよ、俺。だから俺がガチで上げるときは、走ってこれが15ぐらい上がったら自殺して、もう一回マッチングし直してまた15上げて一生やんのよ。それは俺は3日ぐらいやんのよ、うん、それをやってる俺がかかってないって言ってんだから、かかってないんだよ俺25倍、うん、マジでコメントが、そういうのもやってないくせに何も考えて25倍25倍っていうのがマジでムカついたんだよ俺。いや、ムカつくんだよ、やべ撃たれてる。なんかエアプの声が大きすぎてムカつくんだよな。タルコフとか結構コメント頼れるけど、いつもコメント頼れなくなってたらもう終わりだよ俺。タルコフのコメントすら頼れなくなったらもう終わりですよこれ。普段結構俺頼ってんだけど、タルコフのコメント、こんぐらい緩かったらな、ロングファームする意味もあるんだけど、俺が散々口酸っぱくしてロングファームクソって言ってんのは、もうロングファームするけど、まあ、でもロングファームは基本的にクソなんだよね。スキルが上がんないからなんですよね。あ、びっくりした、びっくりした。これライトついてたら脱出できるんじゃなかったっけ。あ、鍵がないとダメなんだ、ダリー。あーす、マジでこれ10時間ぐらい走ってきてスキル上げた方がいいんじゃねえか。ワイプ後は10時間走ってもならないっす。だいたいマジな話、多分120時間ぐらいやったら、100時間ぐらいかな、そんなにいらんか。1時間で1ぐらいだから、まあでも50時間ぐらいかな。50時間ぐらいガチの筋トレだけをやってたらエリートいけるかな、やろうと思えば。まあでもそんなことやるんだったらワイプ直後は稼ぎながらやった方がいい、金稼ぎしながらやった方がいい。さすがに効率悪い。